ニコラス、ニック・ウィリアム・ピーター・クレッグは、イギリスの政治家。2007年から2015年まで自由民主党党首。2010年から2015年まで、副首相、スーミツ密院議長を務めた。1967年、バッキンガムシャーの町で出生する。4人兄弟の3番目である。父ニコラス・クレッグは、大和日英基金の理事を務める、銀行家である。祖,祖父は、 ロシアの貴族でサーリの側近であったため、ロシア人の血を引く。オランダ人の母は特別支援教育を担当する教師で、幼少期にオランダ領東インドのバタビアで日本軍によって抑留された体験を持つ。そのためニコラスは英語、オランダ語が話せ、他にもフランス語、ドイツ語、スペイン語ができる。2000年に、 スペイン人のミリアム・ゴンザレス・デュランテスと結婚、バリアドリッドで式を上げた。妻は敬虔なカトリックであるが、クレック自身は無神論者である。現在3人の息子がいる。妻は弁護士として働いており、2010年5月の総選挙でも本業を優先し、夫の選挙支援活動をしなかった。16歳の時、酒に酔って教授のサボテンのコレクションに火をつけたとして、 ウェストミンスタースクールからドイツのミュンヘンに交換留学させられる。その後、ギャップイヤージにオーストリアでスキーインストラクターの仕事をして稼いだ金でケンブリッジ大学に入学し、考古学や人類学を学ぶ。テニス部の首相も務めた。卒業後は、奨学金を得てミネソタ大学ツインシティ校に1年間留学、ディープエコロジーにおける、 政治哲学の論文を書き上げた。さらにその後ブリュッセルに移り、欧州大学院大学で修士を得る。現在の妻とはここで出会っている。父の友人の保守党有力者の紹介で、サッチャー首相の側近だったレオンブリタン欧州、委員会副委員長の補佐官に登用され、EU 官僚として5年間、通商交渉などを担当した。イギリスに帰国後、 周囲からは当然保守党入りすると思われたが、保守党の反欧州政策には我慢できないとして、親欧州政策を掲げる自由民主党に入党し、1999年の欧州議会議員選挙で当選する。2005年に庶民委員議員となり、2007年に自民党党首に就任する。その後は着実に支持を伸ばし、2010年の総選挙では、 議席数は伸び悩んだものの保守党との連立政権受立に合意自民党を初の政権入りに導いた5月12日に発足したキャメロン連立内閣では副首相に就任したクレッグ党首を含め自民党から5人が閣僚入りしたしかし政権入りしてからは保守党との政策の違いが浮き彫りになりリーダーシップを発揮できない状況が続き支持率は 総選挙前のピーク時から半減した。また、連立政権受立の条件として行われた会員への優先順位付け連期投票導入を問う国民投票では反対が70%となり、クレックが中心となって進めてきた選挙制度改革は実現せず、キャメロン首相自身は制度改革に反対であったことから政権運営への影響が取り沙汰された。 2015年総選挙の大敗により自民党が政権離脱したため5月8日に閣僚を退任し、また党主職も隕石辞任した。2017年の総選挙では労働党候補のジャレット・オマラに敗れ落選した。2018年10月、Facebook の副社長に就任。ありがとうございます。